挑戦者岩田美香選手の入場です。続きまして赤コーナー選手権保持者あの沙織選手の入場です。選手権保持者あの沙織選手よりチャンピオンベルトの返還並びにタイトルマッチセレモニーとして両選手記念撮影でございます。第7試合セミファイナルワンダーオブスターダム選手権試合30分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者仙台ガールズプロレスリング160センチ63キロ襲撃の美戦士岩田美香。赤コーナー選手権保持者4度目の防衛戦スターダム160センチ56キロ絶対不屈彼女あの沙織。レフリー村山大地。
Yeah!
沙織、沙織、沙織。20分経過。おい、あの決着ついちゃったよ。でもあの沙織のわがまま、これじゃゴールできねえだろう。なんとか言ってみろよ。あの
い、なんとか言えやの。はい。まあいい。私はこのベルトを取ったらやりてえことを決めてました。このベルトのスターダムのベルトを戦場のリングで防衛する。おい、分かってんだろ、あの沙織。ああ、何？今なんつった？なんて言ったか？そんな言葉聞きたくないんだよ！悔しくて涙出そうだよ！行くよね？もう一回行くでしょ？諦めんのかよ。ねえ、約束は、沙織が行かないんだったら私が行くよ。でもそれじゃ意味がないじゃん。意味がないんだよ、沙織。ああ、誰でもいいよ。かかってこいよ。白のこのベルトに群がってたやつらは言葉だけか、おい。口だけなのか、おい。ああ、ああ、はあ、いいよ。私はな、このベルト、はあ、もう早く防衛性がしてえよ、おい。ああ、戦場のリング早く用意できんのは7月15日後楽園じゃ。ああ、あの沙織分かってんだろ、おい。待ってるからな、おい。あの沙織待ってるからな。No.
子い？ああ、あいつは口だけじゃねえかもしんねえけど、まだお前じゃねえ。もっとあの沙織と真っ向から勝負がしてんだよ。こんなもんじゃ足りねえだろ、おいあの沙織。私は足りねえんだよ。お前からえげつないほどのラブコール受けてたけど、毎日毎日お前の顔をずっと思い浮かべてこっちが準備してきたんだよ。お前のわがままのゴールまで私がとことん付き合ってやるよ。お前がなんかしっかり自分の口で喋るまで私はしっかりお前を見てるから、しっかり固めてる。以上、プロレスリングスターダム新時代到来。戦いの女神たちが初夏の札幌を熱くする 7.27、28、札幌2連戦。宇宙一きらめくスター